令和の虎、オールオアナッシング。虎の子たちを守れ。向井さん。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。向井桃子、33歳、名古屋市から参りました。2000万円で投資でお願いします。日本未発売の生理用品、月経ディスク、クララで働く女性を生理のストレスから解放します。じゃあ向井さんどうも、はい、はい、これ大阪なんですけど、はい、はるばる名古屋から、はい、来ていただきましてありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、三浦さんと高澤さんは、タイガーファンディングの時にいらっしゃって実際投資もしていただいた社長ですよね、うん、で茂木さんは実はそこにはいないんだけどなぜだか、まあ、ネタバラシをすると向井さんと会ったことがある、はいね、ご飯食べたこともありますね、はいはい、というのは前日に志願者トラナラで彼女は、うん、出た時に茂木さんが見学してたんですよ、うん、ね、はい、で僕がですねこっそり茂木さんって後でもし投資したかったらポコーンと出てきて投資してくれてもいいですよとかって言ってたら、うん、とんでもない金額集まっちゃって、うん、いくらでしたっけ1671万、あ、1671万円というね、トラナナ史上最高金額どころかもとんでもない金が集まっちゃって、でも茂木さんの出る幕なくなっちゃってね。 でもその後毎回そうなんですけど彼女も含めて懇親会に行くんですよ、その夜に、はい、でそこに茂木さんも来ていただいてたんでそこで一緒にご飯食べたって話ですね、はい、はい、なので皆さん面識がありますと、はい、でさ、今日はですねまず向井さん、ひょっとしたら最近になって、視聴者になっていただいた方がすごく多いじゃないですか、はい、改めて3人に話しかける体でいいですので簡単にどんなプランなのか教えてください、はいはい、月経ディスクという生理用品を日本の、工場と素材と全て国産で作りたいっていうので、プランを出させていただきました。月経ディスククララの会で、そうですね、はい、で結局希望金額が2000万だったんですね、うん、で1671万円集まっちゃったんで、うん、もう本当にね残りの金額が少なすぎて僕が迷いに迷って、うん、彼女がノックする直前にピッとひらめいて希望金額言わないっていう、はいはい、そういう回で始まって皆さん本当に素直にやっていただいて結果虎から1500万ぐらい集まれたんだっけ、うん、で3000万だったんですもんね、そうです、本当はで実はっていうことでね、5人の虎が皆さん均等に出していただいたので1人66万円ということで、はい、見事な完全オールになったという回でした、うん、で、今回ですね向井さんここにわざわざ来ていただいたのはその5人の中に実は今回の当事者の方がお二人入っていらっしゃって、うん、もうなんか毎度毎度僕こういうの嫌なんですけど言わざるを得ないんで言いますけれども、林社長とトモハッピーが入ってましたと。で彼女もですねご自身の意思ということではなくてやっぱ関わる人たちがすごく多いじゃないですか、うん、で当然投資を受けていらっしゃる企業さんとかもある中で、うん、やっぱちょっとねこのままではっていうことで、うん、ここから先ちょっと向井さんの方から説明をしていただきたいと思いますけど、うん、今のご意思としてはどうだしたっけ。トモハッピー社長からは入金をいただいていた状態で、はい、林社長はまだ未入金の段階だったんですけど、はい、お二人からは私の方から、はい、辞退しますっていう連絡をして、うん、トモハッピー社長にはもう返金をして、はい、契約書も解除をしたという流れになってます、はい、うん、トモハッピー社長にはもう返金が済んだんですか。済みました、はい、その時のトモハッピーとのやり取りは当然あったわけですよね、はい、どんな感じだったですか。はとても温かい言葉をいただいて、はい、やっぱりすごく応援しているので、うん、僕はいない方がいいと思いますっていうふうに言っていただいて、うんうん、でも必ず、うん、いい方向に進むと思いますので、はい、お互い、はい、次お会いした時にいい報告ができるように頑張りましょうという感じになりました。はい、それで一旦決着がついたんですね、はい、林さんにも連絡はされた、はい、はい、帰ってきましたか。帰ってきました、はい、どんな感じですか。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでしたと、うん、なるほど、はい、連絡をいただきました、はい、で林さんからまだ着金前だったので、はい、それで終わってるってことですよ ね、 すね。ということは事実で言うと、66万円 ×5 だったのが今 ×3 になっていて132万円が本来得れるものが得られない状態にあるっていう感じであってますか。はい、そうです、はい、これ
当然その想定でね、まあ額は大きいですけど、その中で言えばそれはね、うん、10% に満たない額でしょうけども、そうは言ってもやっぱりあなたにとって大切なお金だと思うんですけど、今どんな気持ちでいますか？今は、うん、自分で集めれる分は集めようと思ってます、はい、なるほど、うん、はい、まあじゃあここからちょっと話を始めていきましょうか、はい、なんかご質問とかがあれば。そもそもじゃあやっぱりその132万というのは必要ですかね、今の状況も必要ということですよね。まあじゃあ新しい出資をもう一度まあお願いするかもしれないみたいな状況ですよね。あれですか、誰か個別の人に出資を募ってるのか、それとも銀行を回ろうと思ってるのか、その辺はどうですか？銀行と高校を回ろうと思ってます、うん、なのでそちらで、うん、借りることができるのであれば、はい、3月に法人を設立するので、うん、はい、法人が立ってから、はい、その申し込みをしようと思っている。あ、そういうことか。で今の段階では、うん、そのいくら借りれるっていうのは確定しない、していないので、うん、その申し込み金額は、はい、その132万円分を上乗せして申し込もうと思っているんですけど、うん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 、僕からの質問はじゃあそれはこの132万円マイナスになってしまった分は、向井さんとしては一番望ましいのがもうこういうふうになってしまったわけだから、いっそ金融機関から借りれるんだったらそれがベストと思ってるのか、それとも逆にこの132万円をじゃあ補填してあげるよっていう人が現れたらその方から投資を受けた方がいいのかって言ったらどっちですか？高校からのがベストだと思ってます。なるほど、はい、それはもちろんリターン的なこととかそういうこともないからってことですか？リターンというよりは、うん、もっと多分困ってる方がいるかもしれないし、自分で用意できるのであれば、偉いなそういう考え方するのか、素晴らしいですね。新しい、今までにない考え方ですね自分でできることは自分でね、はい、でやっぱ令和の虎に出演して あそこでオールを達成したことがすごいやっぱ大きくて、でこういう高校の方とこう話しててもやっぱりこう出たことによって全然違うんですよ、やり取りが、うん、なので、うん、もうあそこに出させていただいただけでもうすごく、いろんな方が協力してくれる状況が整ったので、うん、自分でできるのであれば、うん、自分で集めたいという感じですね、うん、こんな答えになると思ってないですよ僕ただ僕やらしくね、リターンがね、高校だったら金利返せばいいだけだからそっち選んだのかなと思うわけじゃないですか、うん、びっくりしました僕ちょっと今予想してませんでした主催ちょっと泣きそうじゃないですか、なんかいや本当に正しいですよね、でもね考え方がすごくね、うん、いやーそれぐらいなれるんだね、うん、でもそういう考え方をできる方だから、うん、あそこまで集まったんだと思います、うん、僕は絶対集まりますよ、うんうん、やっぱ人柄が見えましたもんね、あの時に、うん、まあ、あれからやり取りしててもやっぱりちゃんとそつなくスケジュール通りやっていただけるんで、うん、ちゃんとご自分から発信してね、うん、契約書どうしましょうってちゃんとやってくれるんですよ、うん、今まで僕はその出資した中では一番スムーズにやっていただけるんで、はい、そういうところを見ても誠実だなっていうのはずっと感じてたんで、はい、僕今の選択もねちゃんと誠実なね、自分でできることは自分でやって、うん、でもしそれが、高校のね、が降りなかった時っていうのは相談してもらえれば僕は全然出したいんで、まだ全然ね、ね、はい、そういう気持ちでいますんで、うん、うん、僕も同じですね、そのご自身がまあやっぱご自身の意思決定って一番大事だと思うんですよ、うん、こういう問題があった時に自分の解決策としてはこれですってまずもう意思決定されるのが大事だと思うんで、でその中でもしまあ高校に行って金融機関に行って何かまた課題にぶつかったらぜひまたなんかご相談いただきたいなとは思ってます。3人ともそういう気持ちですよ ね、 そうですね、木下さんも、はい、一緒です一緒ですけど僕は優先順位的には多分お二人もしくは木下先生の次かなとは思ってるので、はい、あ、もう一人が木下さんなんですね。だから3人で話してて、はい、やっぱり3人とも必要であれば出したいっていう気持ちではいるんですよ、うん、はい、ただその向井さんの方はそのご自分でやるっていう、はい、まあ、正しい決断してるんで、はい、もう、まあね、それがもしねなかった場合は全然協力しますんで、とりあえず担保として、はい、ね、はい、保険として、はい、あとはあれですね、今回今日現在でざっくりですけどどんだけ売れました？
虎の子 EC サイトでは1800箱、はい、おすごい、はい、金額にすると金額にすると500万ぐらい、はい、500万ぐらい、あ、違う、700、はい、700ぐらい、はい、まあこれもね、あの最初から予想してたわけじゃないから全然です、ね、ありがたかったですよね、うん、ちなみにあの社名は決まったんですか、はい、モナカンパニー、モナ、はい、よければ理由を教えてください。あの私がモモコで、はい、あの月経ディスコを教えてくれた最初に一緒にやろうと言ってた、うん、今もう離れちゃったんですけど、はい、その子がナナエっていう名前だったんです、うん、で2人のな会社なんでモナカンパニー、今は離れちゃったけどもその子の名前をつけようと、はい、つけます、うん、アルファベット MONA、 はい、モナカが好きとかではない、あのジジイか、ジジイだ、ジジイだ、はい、発言少なかったんで無理やり無理やりねじ込んでみました、はい、わかりました。じゃ あ, あの今回一つの結論としては、向井さんはあの他の虎の子のことをね、あの思いやっていただいて、私よりも多分困ってる人がいるので、あの私は自分のできることをやると、なので、金融機関回ってね、あのやるっていうことが前提で、で皆さんからはじゃあその中でもし思うように、資金調達ができなかった時にはいつでも手伝うよっていうところでよろしいですか。はい、いやなんかいいね使命になりましたね、本当にね、はい、これ以上に何かございますか。何もないです。ございますか。はい、大丈夫です。大丈夫です。どうですか。はい、バッチリですね。はい、どうですか、向井さん。あのせっかく大阪に来ていただいたので、もう少し尺長くしてもいいかなと。なんかこれで終わっちゃうよ。はい。もう十分。十分ですか。はい、十分、はい。もうこの足で帰るの？あ、あの残ります。あ、残る。はい。あれ、俺一緒に行こうって言ったっけ？あ、ご飯食べに。あ、聞いてないです。あ、違うの？はい。残るっていうのはなんか関係ない仕事？あ、何もないです。あの懇親会って書いてあったんで、もしかしたら行くのかなと思って一応よかった、ちょうど、はい、予測してたんですよ岩井社長が8人で予約しててあと1人誰だろうってさっきよかったということで向井さん頑張ってください、はいはい。